こんばんは、魔界闘士です。立ち体感に、バート4です。使用するかはともかく、穴を購入。防御より、回転の方が汎用性高いかな。イースター島での戦いで見事モアイを退け、ダークホースが宿ると言われるダークサーベルを手に入れた悪大官は、幕府転覆の夢を抱きつつ、いよいよ日本へと帰ってきたのだった。弁天堂、久しぶりに日本に帰ってきたかと思えば、ここは何じゃ。また島ではないか。お大官様は最近江戸で持ちきりの噂をご存知でしょうか。噂とな。幕府はこのところ日本全土から腕のある大工職人や外国から名のある技術者をかき集め、何か兵器のようなものを建造中とか。何、新兵器か。時折江戸城付近でそれらしきものを見かけたと申す者がおりまして、皆はそれを黒い月と呼んでいるそうでございます。なんと、黒い月。してその黒い月とこの島は何か関係があるのか、弁天堂。はい、かつてあなた以上の悪大官と呼ばれた腹黒門戸之助スケベーという男がおりまして。スケベー、わしと同じ名じゃのう。エジプトなる国へ出かける際に使用したという空飛ぶ船、白騎士丸を私が密かに買い付け、この島で新たに改造し、来るべき幕府との戦に備えてる次第でございます。空飛ぶ船やるの。お主一体何者じゃ、弁天堂。しがない商人にございます。しかし今度は何も起こらんだろうな、弁天堂。心配ございません。ここは船島にございます。船島？巌流島とも申します。来た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 、やーな予感がする。準備じゃ、帰り討ちの準備じゃ。大官、ひょっとして新タイプ？計3人か。つかまつります。ではワル君、授業を始め。先生。何ですかワル君。先生、僕は前から先生のことを。ワル君、ここは教室ですよ。先生お願いします。先生お願いします。3人がもうすぐそばまで迫っております。
まったくいいところで。この武蔵、いかなることとはいえ、決戦の場を汚す者は誰であろうとも容赦はせぬ。戦いは足以降に伸ばす。まずは中払いと。関係ないというのに、わしもつくづくも人よしような。そら行くぜが、返り討ちじゃ。体幹、聞こえて。岩物、射出よろし。本当にわしにやれると思いますか。あなたならできるわ。なんでわしの目を見ないのじゃ。なんでじゃ。フェリーのテクノロジーが民衆に渡ったとな。民衆は宇宙戦闘機を開発、ダイカンに一機を仕掛けてきた。ダイカンはガンホトケに乗り込み宇宙に向かったそうな。例で通常弾、三角でドリル弾、L1 でバリアです。行きまーす。絶対間に合わない奴もいます。ドリルは振り離して攻撃ですが、装着したまま敵に接触してもダメージを与えることができます。また、被弾は
大胆の乗っている背中部分あたりなので、肩のあたりはセーフのようです。永遠に続く。だるくなってきたのでリアルな回答しに行く。所詮2ゲームなのでさっさと終わらせました。死んだら死んだで終了だし、続けていくうちにまたボスがいるので、その時はタクさんに交換しましょう。死んだけどまあいいや。次の面には進めてるし、あれでよかったのかな。やはりこの船にもこの部屋があるのじゃの。サービス&セキュリティにございます。白騎士丸は今なぜ不時着しとるのじゃ。エンジンの調子が悪いので、その調整と補給にございます。弁天堂大元補給部隊所属、お待ちでございます。悪、匠の神スケベであります。ご苦労。エンジンの調子はどうだ。
今一つパワーが上がらないようです。原因は分かってます。15分ください。ダメだ、5分で済ませろ。分かりました。では大町さん、頑張ってください。何事だ。3人の僧兵が我が艦に向かって接近中。幕府の抱える僧兵部隊で最も恐れられている弁慶の子孫、黒い三弁慶だと思われます。やはり幕府の刺客か。幕府、お代官様はもうお気づきでしょう。旗本退屈男、今回の僧兵、そしてお代官様をわざわざ西郷軍との戦の最前線に送り込むなど、お代官様のお命を亡き者にしようとしていることは一目瞭然。幕府の中にお代官様の存在を心よく思わない者がいることは間違いありますまい。何故幕府はわしを、一体誰が、よもや将軍が。あ、お待ちさん。お代官様、いけません。敵はしばらくここへは近づきません。その隙にご準備を。お代官様、話せ、ご主人、話せよな、話せよな。お代官様、お待ち。三人か、適当はな配置の予感。どうやら家臣団は帯回しを選択した際の悪代官の位置で戦闘パートに現れます。戦闘パートに入った時に邪魔にならないように隅っこに集合。殿、殿、ご無礼つかまつります。ワル君、こんなところに呼び出して何の用なの。僕は以前からずっと君のことを。何て言ったの。好きだ。黒い三弁慶が目前に迫ってきております。まったく、いつもいつも、なんじゃ。我る匠の神スケベ、ゆえあってお命頂戴つかまつった。拝啓、受け、噴出放流攻撃をかけるぞ。おう、返り討ちじゃ。加減は一切いらん。義経公のために存分に働け。万事、見せてみ
発動しなかったのはなぜだろう。この年の敵の道だと当時の狭さでは17を目指し、やり直す気にはならず。それではご視聴ありがとうございました。